にちは、はじめしゃちょーです。皆さん、年末は何を見て過ごしてますか？そう、年末といえば紅白歌合戦でございます。というわけで今回ですね、なんと僕もいつも見ている紅白歌合戦さんとコラボさせていただくことになりました。ありがとうございます。というわけでですね、紅白歌合戦さんとコラボということで、今回ですね、今年で66回になるんですけども、66回からですね、イメージシンボルというものができまして、こちらになります。イメージシンボルです。どうですか？とても可愛らしい絵だと思います。この鳥というかね、富士山も世界遺産に登録されたので、そういうこともあって、多分富士山とかね、音楽というわけの音符とかも置いてあると思うんですけども、こちらのイメージシンボル、今回書かれたのがですね、俳優さんの田辺誠一さんということで、とても可愛らしいというか芸術的なシンボルになっておりますが、今回ですね、僕の動画ではですね、富士山がせっかく載っているので、紅白歌合戦と富士山をちょっとかけてみて、こちら今回は赤と白の紅白マットで富士山を作ってみようと思います。いかにも紅白っぽいですね。では早速紅白富士山作っていこうと思います。では行こう。では早速作っていこうと思います。やっぱ三角形をまずちゃんと作るとこから始めたいんで、ここら辺とかちょっとこうか白か見分けつかない感じになってるんですけど、まず三角を作るとこから始まります。多分普通にこうしてこうつなげればもう多分三角にはなると思うので、こういう感じです。バッチリこういう感じの三角をたくさん作ってって、紅白紅白紅白で、マイナス2、紅白紅白紅白、マイナス2、紅白紅白紅白、マイナス2、1、えい、お気づきだろうか。赤と白の高さが微妙に違う。これでは紅白紅白できないので、こう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 、はく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 、こう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 、はく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 、はい。ちょっとこのまま置くとちょっと安定感がなかったので、ちょっと一本この床を作ってから置いていきます。いけそうな気がしてしまった。よし。ここにさらに白のあれを引きます。床を、あ、やばい、来た、やばい、敵ですごい。やばいな、カズとの戦いになってきた。残りこれだけなんで、ちょっといけるかどうかですね。うわ、もう下がやばい、よく見たら。頑張る、みんな、もうちょっとだ。ちょっと怖くなってきちゃった。思ったよりちょっと難しそうですね。わあ、結構もうここが歪んでますからね、完全に。よし、あと3つ、あと3つ。ちょ、待って、ちょ、待って、落ち着き、君たち。まだだ、まだダメだ、まだダメだ、待て、ちょっと、もうちょっと。待って、ああぜひ見てね。はい、というわけでここまでなんとか再生したんですけども、ちょっとこういうちょっと補強とかして、なんとかして無理やり富士山を作ろうと思っております。ちょっともう最後までいけそうなんで、やってみましょう。ここまで来るともう多分ゴールは目の前なんで、天井につきそうですからね。できた、完成です。あ、ちょっとやばいかな。はい、というわけで完成です。今回なんとですね、綺麗になりましたね。今回ですね、12月24日の深夜公開の紅白歌合戦の PR 番組、紅白宣伝部という番組に、僕、はじめしゃちょーとヒカキンさんが出演します。本当にありがたいことでございます。紅白宣伝部の詳しい情報は動画の説明欄にあります。よかったらチェックしてみてください。というわけで24日、よかったらぜひご覧くださいませ。ちょっと綺麗になっちゃったけど、完成してよかったです。じゃあな。